はい、こんにちは。ハムレットチームデスマッチ、ブラックスカート、ついにねチームデスマッチの新マップが追加されたんで、早速プレイしてきます。武器は HK416。 おお、もう目の前にいる。ヘッドショット決めていく。まあこのマップね、もう何回かやってるんだけど、ちょっとねスナイパーマップかなっていうね。あの真ん中も右も左も、まあ、3箇所あるんだけど、絶対ロングがねあってね、スナイパーの見ている道を通らなきゃいけないんだよね。スナイパーの視線が通ってるんでね、どこを歩くにしても、まあ、唯一あの左側の通路、まあここなんだけど、ここ通ってくルートがまあスナイパーの視線をギリギリ通んないかな。ちょっとね見られるんだけどね、このここで。おっと、目の前、割とアサルトとかね、サブマシンガンはちょっとここじゃ使えないかな。さあ、今度左から入って、ここがねロングですね。左から行こう。いた、おっと、スナイパーいたし、スナイパー有利なマップかな。で、一応左右対等になるのかな。さあ、3人目。おっと、まずい。これ、スモーク投げないと。なんでね、こうやってスモーク、ぶん投げて、道を作ってやんなきゃダメっすね。いた。おっと、右。で、あ、上にいるね。おっと、危ね。あ、ね。あ、右か。最近チームデスマッチにも人が少なくなってきてね、ゲームすること自体がちょっと難しくなってきてはいるけど、新マップ追加されたことで部屋が増えるといいけどね。いや、チームデスマッチのね、あのルームは最近本当に少なくて、アジアだと本当に、あ、やば、これそうだ、リコイル6発目から跳ね上がるんだった。ここにいるね。いないか。え？あー、後ろか。そこで待ってたか。さあ、ここから攻めていく。唯一視線が通らない近距離用のルート、ここから入って、ただね、ここでね見られるんだよね結局。あ、いた。あはは、ちまけだ。先に打ってたからな、向こう。お、見てない、視線が通ってないんだ。サクッと、おーっと、目の前いる、もう一人いるぞ。おお、なんか鬼ごっこみたいになってんだけど。こっち。おっと、しゃがんで。よし、しっかりやった。あ、後ろ。そこにいたか。まあね、こういうマップはスモークを駆使してね、距離詰めなきゃいけないんで。はい、左。で、右から入っていこうとするけど、もう味方が行ってくれてるんでね、この辺がやっぱいいかな、位置的には。うわ、見られた。あ、いる、いた。よし、おお、危ねえ、危ねえ、危ねえ。後ろからも見られてるし、いた、移動して。ん？どっち、あ、そっちにもいたの。まあ味方がカバー入ってくれたんでね、役に立ったと言えるかな。おっ、きつ。さあ、スモークで。いた、よし。さあ、頭抜いていく。神だ。
おお。から入ってく。あ、頭出てるな。狙えないなこれ。お、こんなもん攻めてきてんの。いや奥にもいるし。さあリロードしているね。いた、一人。あ、奥中入っちゃうか。おーっと危ねえ、すごく危ない。で上から降りてくるところを撃ちたい。さあどうだ、いて、2発目飛んでくる。おーっと追えないなこれ、ちょっと早くて。さあ半分過ぎて77対79。うわ、見られてるよ。そう。やっぱね、ここね、顔出しちゃダメなんだよね。きついっすね。あ、そこは。いた。よし。なんとか遠距離で倒していく。まあ、今のもほんとダメなんだけどね。あれ撃っちゃ。いた。ちょっと目の前。いや、いるな。やばい、見られた。しゃがんの方。さあ来た。あー、そうだよ、頭の上集団してるよ。難しいねこの銃で、フロートで頭抜くっていうのは。ちょっとしばらく MDR ばっか使ってたんで、練習しないとダメです。おっと、見られてる。さあ100対93、こっち有利か。適当にグレネードをホーリー投げていく。スモーク炊いて。あ、待て、赤点が目の前にある。左間に合わない。普通のグレ。ああ降りてきたね。前に左入っていく。いた、よし。で中入って、お、赤点が見えるんで見たところ取っていく。あ、待ってよ、ちょっと待って、いっぱいいる結構いたな。左から行った方がいいかな。左どうしよう、スモーク炊かないと。いや、真ん中入ろう。ちょっとスモーク炊いといて。やっぱこっちから行くか。いや、お点が前方になるんで。あ、いるね。倒してくれた。あ、上にいるんだけど。ちょっと左かな。よし、来た。もう一人。よし、頭抜いていく。いいね、ここからは後ろ取っていく。ん？あー、まだいたか。あ、そう、非対称、左右対称か。うわ、見られた。確実に見られた。よし、なんとか。難しいね。これね、ヘッドショット出したいんだけどね、本当は。こうやって、かなり下向けないとね、当たんないんで。よし、ここの階段上上がっていきましょう。残り30秒。飛ばしていくよ。よし。いた。後ろから1人、2人、3人で。おー、このタイミングで避けた。さあもう一人やって、もう一人やれず。あ、しかもフルカウントじゃないしね。時間が足んなかったのか。結構人数いたと思ったんだけど。
はい、122-146で勝ちました。はい、新マッププレイしてみましたが、そうですね、割とスナイパーマップかな、このマップは。まあ、目新しいんでね、いいんじゃないでしょうか。ということでね、今日は以上です。